生き霊という存在を知り、怖いですえ。どうやっても存在が否定できないです。お二人ならどう考えますか？ 例って一応透明ですり抜けるという説じゃないですか。なので物理的に電車をホームで待ってる時突き落としたりとかできないはずなので仮に幽霊いたとしても「あ幽霊だ怖い」の後に物理的に僕が困ることない気がするんですよね。でもなんか磁場に影響を与えるとかまだ発見されてない第四の力以外のものに影響を与えるとかいろんな説を出してくるんですけど説はどんな説でもいいんだったら自分で勝手な説作ってそれに反論するだけでいいので何でもいいと思いますね。 うん、言ってくるタイプの人もたまにいるんですね。いや、本当そどういうその心理状態とか、その面の皮がある。厚いのがよくわかんないですけど、私は呪われます。とかまではっきり言い切るタイプの人もいるんですよね。うん、でもそれを喋ってるお前生きてんじゃんって思うんですけど、<笑><笑>まあ本当に能力あったらサクッと殺し終わりですからね。そうね